はいどうも皆さんお疲れ様です。今日は2020年の令和2年3月4日水曜日になります。妙見チャンネルの妙見です。そうしてひな人形を片付け終わったアノニマスです。早くない？まあいいんだけどでは今日は何の日いきますよ。今日は2つ。1つ目ミシンの日です。ミシンね。ミシンです。あまあ3と4でミシンだろうな。言っちゃったね、うん、ミシン発明200年を記念して日本家庭用ミシン工業会、現在は一般社団法人日本縫製機械工業会っていうのがあって、それが1990年、思ったより古い、平成2年に制定しましたと、うん、まあ日付はさっきアノニマスが言った通り3と4でミシン、うん、馬どこ行ったんだろうねと読む語呂合わせからです。ほんと好きだね。でイギリスのトーマス・セイントっていう人がいるんだけど、世界で初めてミシンの特許を取得したのは1790年になる。日本では完成2年だね。はいはいはい。日本語のミシンっていう名前はね、裁縫機械のソーイングマシーンっていうじゃん、ミシンのこと、本当は、はい、のマシンの方なんだよ。それがなまっていつの間にか裁縫ミシンってなって、もうミシンってなって、なるほどね、裁縫マシーンからミシンになって、そうそう、ソーイングマシンのマシンだけ取ったっていう。2つ目、みんな知ってるかな、差し入れの日です。今日は差し入れの日です。差し入れを待っていた方がいいんじゃない。そうですね、差し入れしないけどね私は、うん、東京都新宿区に事務所を置き、仕事を頑張る人たちが前向きな気持ちになることで効率を上げ、日本を明るく元気にすることを目指す日本残業協会が制定。嫌な名前だね。残業協会ですよ。3月4日だから差し入れなんだろうね。そうだね、その通り。日付はこの頃が多くの会社で決算前の繁忙期、大体の会社がね。そうだね。そして3月4日でさっき言った通り差し入れ、入れはどこよと読む語呂合わせから会社で疲れている時に嬉しい応援方法である差し入れを啓蒙することで社内コミュニケーションの活性化を促して、業務効率のアップやモチベーションアップを図ることが目的ですと。はい、この記念日は一般社団法人日本記念日協会により認定登録されておりますと。よく出る。うちらはね、やめとこうこの話は。では誕生日いきます。3月4日誕生日の有名人、この人も最近見ないな、藤井明。最近見ないね。藤井明確かに見ないね。で4代目市川猿之助。猿之助、ああ分かった分かった。屋号は澤瀉屋。猿之助だからあれだよな、亀次郎ね、元、うん、そうそう、元か2代目亀次郎か、亀次郎の時は、うん、でその後4代目猿之助になってっていう感じ。そうだね。でもう一人、もう一人、うん、ポール・モーリア。これはなんとなくみんな聞いたことあると思うよ、この名前を。ポール・モーリア、30代は多分1回は聞いてるはず。なるほどね。指揮者で作曲家の人です、うん、で、2006年にお亡くなりになってます、うん、だからどっちに入れようか迷いました。まあいい。あーなるほどね、うん、次いきます、うん、3月4日誕生日の歴史上人物1人目、エンリケっていう人がいます。エンリケ、あのポルトガル王国の王子なんですよ。あで大航海時代の人で、まあ、うん、自分は航海には行ってないんだけど、多分裏でいろいろやってた人なんだろうね、うん、だから航海王子とも呼ばれてる。なるほど、うん、そしてもう一人、アントニオ・ルーチョ・ヴィヴァルディ、作曲家ですね。ヴィヴァルディね、はいはいはい、はい、四季ね、はい、漫画いきますよ。うん、2人なんだけどどっちも同じアニメの子、うん、ゆるキャンから犬山葵と鏡原なでしこの2人。なるほどね。犬山葵を見た時はどういう眉毛なんだろうこの子って思ったもん。
いやだって眉毛が前髪の上にあるんだもん。どういう眉毛？たまによくある太い眉の女の子なのよ、うん、でも眉毛が前髪の上にある。フィギュアを見ても前髪の上にある、どういうことですかっていう。で鏡原なでしこは3人で一緒に、まあゆるキャンってキャンプの話だからさ、うんうん、キャンプに行くうちの稲山葵と鏡原なでしこ、鏡原なでしこは確かピンクの髪の子、うんうん、です。では3月4日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。